自分の身体がある状態で作品と一体化するような、そういう作品が特徴かもしれないですね。全ての作品群が境界なく連続し合ってできている一つの世界なんですね。新しい作品も含めてこのボーダレスで自分と世界がね、一体となったりね、連続し合っていることそのものがね、何か美しいと思えるようなね、体験を作れたらいいなと思っています。